小島駅、小島駅は、岡山県倉敷市小島駅前一丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、四国旅客鉄道、JR 四国本市備山線、瀬戸大橋線の駅である。倉敷市の南東部に位置する小島地域の中心駅で、ある。本州と四国を結ぶ瀬戸大橋の本州側の起点で、あり、全旅客列車が停車する。また、 1990年末に、下津井電鉄線が廃止された後は、岡山県では、最南の駅である。JR 西日本が管轄する直営駅であり、管理駅として、宇野線の茶屋町駅、宇野駅管轄駅と、本市美山線の上松駅、君駅、上野町駅を管轄している。JR 西日本と、JR 四国の会社協会駅となっており、会社票は、 宇多津駅方の場内信号機付近にある。2013年時点では、旅客列車の乗務員はすべて当たり駅で交代する。四国方面発着の普通列車は一本を除きすべて、当たり駅で快速、マリンライナーと特急を対避するほか、四国に入らずに当駅で折り返す普通列車は、当駅にて四国方面行きのマリンライナーへ接続する。当駅は乗車カード。 愛古か、岡山地区のサービスエリアに含まれている。同カードは JR 西日本が発行しているものであり、東駅以南、JR 四国の路線はサービスエリアに含まれていなかったが、2014年3月1日より、香川エリア、高松多度津間が設定され、使用が開始されたことにより、同方面への利用も可能になった。 国産ジーンズ発祥の地である小島をアピールするために、駅構内の様々な箇所に、ジーンズの柄をラッピングしている。2015年6月、駅名に、ジーンズステーションの愛称が付けられた。また2017年春に公開された下追地区が、舞台の映画、昼寝日目宣伝のため改札口近くのテレビにて、数十秒程度の予告を放送している。なお、 駅構内のコンビニは休業している。島式ホーム2面4線を有する高架駅で、ホーム有効長が長く取られている。また、定期客車列車の運転が廃止されたことにより、2007年1月までにホームの重上げ工事が施行された。茶屋町方に両辺り線がある。高架ホームの4番下りたい線外側に位置。 千分のレールが付設できるスペースが取られているが、2016年7月現在、レール等の設置はされていない。駅構内には、緑の窓口及び緑の券売機が設置されている。各ホームに、エレベーターが設置されている。上記の表においては、瀬戸大橋線下り、JR 四国区間を、JR 四国のコーポレートカラーで表記したが、 実際の案内では上下線とも JR 西日本の路線記号のシンボルで案内されている。内側2線、2番3番乗り場が本線、外側2線、1番4番乗り場が対比線であるが対比の有無に関係なく種別ごとにホームを使い分けている。なお、当駅始発の岡山方面行き普通列車は基本的に1番乗り場から発車するが一部の 時間帯には4番乗り場からの始発列車もある。2019年3月16日のダイヤ改正以降、岡山方面からの普通列車は全て当たり、駅発着に変更され、四国方面は快速、マリンライナーと特急のみの運転となる。このため、宇野線、瀬戸大橋線の普通列車しか停車しない駅と、四国方面を行き来する場合は、当駅で乗り換える必要がある。 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。当駅は小島旧市街中央沖の野崎浜と呼ばれた塩田跡に建設され、駅周辺は新たな島地として整備された。この町開きのイベントでもあったのが、瀬戸大橋下橋記念博覧会、瀬戸大橋博88、岡山あり、その会場、現在の小島駅前1丁目、4丁目の大部分でもあった。現在は、 多くの店舗が進出し、商業地区となっている。2008年2月より、西口のバス乗り場を含む駅前ロータリー等の改修工事を実施し、同年12月末に完成する予定であったが、工事の進捗の遅れから工期が延び、2009年3月27日に完成した。なお、駅正面にあったペデストリアンデッキは当該工事に伴い撤去されるとともに、 横断歩道及び信号機が同じ場所に新設された。見どころとして、北西の旧市街地に江戸時代に塩田開発を進め、野崎浜の由来となった塩田王、野崎部在門が建てた野崎家旧宅がある。南方には小島協定場があり、レース開催時には協定場への観客で駅が賑わう。また、小島半島の南端にある和芝山には、 絶叫マシンやバンジージャンプがある遊園地は芝山ハイランドもある。駅の開業以来、市街地、西側の表口にある広場が駐車場やバス待機場として使用されているのは四国新幹線が新線で建設された場合の予定地とされているためである。ただし、JR 西日本では期間の異なる新幹線から在来線への直通運転を可能とする。 フリーゲージトレインの開発に参加しているほか、四国4県も、宇野線、岡山茶屋長官の複線化を推進している状況で、新幹線建設の具体化の動きはない。かつては当駅から西に約700メートル離れた場所に、下津井電鉄下津井電鉄線の小島駅があったが、モータリゼーションの進行による乗客の減少のため、1991年1月1日に、 下津井電鉄線と共に廃止された。廃止後も駅舎は下津井電鉄の旅行センターとして活用され残っている。当駅前を発着する路線バスは下津井電鉄と共同運行会社により運行されている。東京方面への夜行高速バスや一般路線のほか、小島協定場への送迎バスも発着している。 両者管轄区間をまたいで運転される特急、潮風、南風、渦潮、寝台特急、サンライズ瀬戸については各列車記事を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。